今日祭りか、今日祭りか、祭りか、ソヤなんつってね、本当にあのソヤ君、彩香さん誕生日じゃない、あの結婚式おめでとうございます。本当にね、ご結婚おめでとうございます。ソヤ君とは大学時代にあの本当に一番遊んだかなぐらいの本当に仲いい親友だと思ってます。でそんな彼には本当に幸せになってほしいなと思ってて、まあ、そんな彼がね、本当に綺麗な奥さんを捕まえてきて、本当にこれからね、あのやっていくということで、本当に、嬉しいことだなと、自分のことより本当に嬉しく思います。まあ、これからがね、本当に勝負だと思いますので、どの立場やという話ですけど、いや本当に、ね、これから夫婦円満な家庭を末永く築いていっていただければなと、本当に心から思います。本当に、ソヤ君おめでとう。で今日は、主役のね、みんながあのメッセージをね、ちょっとくれてるので、まあ、それをね、これから見るっていうことで、これからまた流れてくるんでね、本当に楽しみに見てください。で、今度ね、落ち着いたら、また飲みに誘うんでね、ぜひ、ソヤ君、まあ、奥さんとも行けたらいいなって思います。ソヤ！ということでですね、ソヤさんと彩香さん、ご結婚おめでとうございます。いやもうソヤと一緒にずっと暮らせるのはすごく羨ましい気持ちでいっぱいです。やっぱそれぐらいこうソヤと過ごした時間はもう1秒が惜しいぐらいこう楽しい旅行ですとか、まあよく一緒にも寝ましたし、すごく楽しい思い出がたくさんあるソヤと一緒にいられるというのはいいなぁと、羨ましいなぁと思うところであります。でも今後は彩香さんも名前が、名字がソヤになれるということで、ちょっとこうお祭り一家ということでですね、日本を盛り上げていただいてほしいなと、もうソヤソヤみたいな言葉ができたら、ソヤ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 とこうちょっとお祭りで楽しい家族を築いてください。おめでとうございます。そうや、結婚おめでとう。面白いことはね、ちょっと他の人がやってくれるんで普通におめでとう言いますけども、ほんとめでたいね。そうや、顔もイケメンならもう心もイケメンだし、もう何言っても笑ってくれるしね、ほんといいなってうん、俺も生まれ変わったらソヤの嫁になりたいぐらい、うん、本当におめでたい、本当は、うん、ありがとうって言いそうになっちゃった。本当におめでとう、うん、仲良くしてね、俺とも。ことでおめでとうございました。またね。反谷くんおめでとう。反谷くん結婚おめでとう。添えたりくーよし、お前の結婚を祝して俺がアブローラーやってやる。アブローラーこれだ、いくぜ、見とけお前、いきます。そいやー、そいやー、そいやー、ソヤ君結婚おめでとうございます。奥様と幸せな家庭を築いて楽しい日々を過ごしてください。今度みんなでバーベキューとかできたら楽しいなと思います。いきます。ソヤ結婚おめでとう。ソヤとはいろいろいろんなことをしてきたけども、これから奥さんを大事に幸せな家庭を築いてください。おめでとう、ソヤ。はい。チャイ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 カポンカカ
オーケーオーケーカープコブカープサリーカープ。おう、それ何してんのそんなところで。え、結婚、というわけで、そうや、いや、そういたにくん、あやかさん、ご結婚おめでとうございます。おめでとう。毎日ですね、そうや家の宿命ということでお祭りのような家庭を築いてください。おめでとうございます。さりか、いいなぁ結婚か。すいや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 。こんばんは、そゆやくん、あやかさん、ご結婚おめでとうございます。とても綺麗な奥様で羨ましいです。末永くお幸せに暮らしてください。ではまた。今日は今までのどんな時よりも素晴らしい。赤い糸で結ばれてく光の輪の中へ。そうや、結婚おめでとう。